ソールの It's a Pizzeria! Welcome, guest! We made the flower. Come in. Okay, let's make a pizza! Italian style, okay? Napoli pizza! こんな感じです。毎度ありがとうございます。いらっしゃいませ、ね、今日もバッチリと料理をここで焼いてお出ししますよ。Thank you.
は結論広すぎます、まあ、なのでもう丸一日歩きっぱなしという風なイメージを持ってください。でもういいでしょうと、もう十分っていうような端の端のあたりにまたちょっと見応えがあるものがあったりとかするんですよ。まあ、なのでまあそうですね、もうポイントを押さえて回るのか、まあもうめちゃくちゃ余力を持って来てもう丸1日かけてじっくり回る、まあ、そういう場所ですね。もう明日はあんまり動けないかなっていうぐらいもう歩きましたね。まあ完全に真夏っていうわけじゃないんですけども、結構日差しにやられるんで、水分補給と休憩、これ大切にしてください。まあ、ちょこちょこ水飲み場があるんで、カルドペットボトルとか、まあ、ちょっと水が減ってきたら補充することができますので、はい、水分補給をこまめに取りながらポイントを抑えて回る、これがね重要かなと思います。いや見応えはすごいけど、このスケールでもう街全体をそのまま感じますね。これも紀元前のもうそれこそもうだから今から2000年以上前の都市、大都市ですけど、そうは思えない高度な文明と巨大都市、それがポンペイです。この場所が一体どういう場所か、この広い中楼というんですか、柱があって、まあ、大きな広場ですけどね、この場所が何かというと、小劇場で芸術鑑賞をする合間にあの休憩で散歩をする場所ですよ。信じられないですよね、紀元前本当に80年とか100年とか、うん、それぐらいの時から存在したっていうことですから、すごい衝撃です。いやね、このエスビオ山からの噴火でこの大都市が火山灰で埋まっちゃうってね、結構遠い感じしますけどね。日本の桜島とかやばいんじゃないですかあれ。鹿児島行ってやっぱり思いますけどね、とんでもないところに町作ったなと思いますけど、うん、今もね鹿児島があるのが奇跡じゃないかな。